Antonio Campi, who was born in 1522, 3 years later after Leonardo da Vinci died in 1519, drew the same three-fingered feet of a witch in his painting of the Secret of the Passion of Christ in 1569 when Antonio Campi was 49 years old. These years here mentioned are very much important for today's video. I say again that Leonardo died in 1519, though I know that Leonardo's death date was concocted, but this is not a point for today. Antonio Campi was born in 1522, 3 years later, and painted The Secret of the Passion of Christ in 1569 when he was 49 years old. Both Leonardo painted in the Annunciation and Campi in The Secret of the Passion of Christ drew the same three-fingered feet of Strix, the worst witch in those days. Therefore, both were the same puppet artists for Jesus Christ who resurrected in the Renaissance because it is I, Hiroshi Hayashi, who found these three-fingered feet in their paintings, especially at the foot in the Leonardo painting, The Annunciation, I did in 2013. I was the first to find the foot in the painting, and no one knew it for over these 500 years. Of course not. Campi knew it. Campi の描いた絵の中に三本足の足が描かれていました。そしてその足はダヴィンチの描いた受胎告知の絵の中に隠し込まれていた三本指の足と一致しましたが、カンピはその足のことを知る由もありませんでした。なぜならカンピはダヴィンチが死んだとされる1519年の3年後に生まれていたからです。またカンピは自分が49歳の時にその絵を描いています。またダヴィンチの受胎告知の中に3本指の足、つまり魔女中の魔女ストリックスの足が描かれていたことを2013年に発見したのはこの私、林博だったからです。これはこの500年間誰も気がつかなかった事実です。つまりアントニオ・カンピもまた1500年後のイエスの操り人形でした。その証拠と証明を皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。アントニオ・カンピが1569年に描いた絵がこの The Secret of the Passion of Christ、 つまりキリストの劇場の秘密という絵です。この絵の中には数々の謎が隠されています。本題に入る前にまずその謎の3つを皆さんに紹介します。ここに描かれている人物はイエス・キリストということになりますが、頭から7本の光線が出ています。イエズス会もしくはイルミナティとの深い関係を示す光線です。そしてこの光線は後の自由の像の光線の数と一致していきます。そしてこれがカペラシスティーナのミケランジェロの描いた壁画です。この壁画の右下にもやはり頭から光線を出している神が描かれています。ただこのミケランジェロの描いたシスティーナ礼拝堂のこの人物の光線の数は7とは数えられませんが、しかしよく見ると5本もしくは7本というふうに数えられます。自由の像の光線、さらにはミトラの光線の数と一致していきます。そしてこの下の部分に注意してください。ここには白い
植物といいますか、種類葉っぱのようなものが描かれています。それと同じものがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版の下の方にも描かれています。これは偶然の一致なのでしょうか。右の天使の足の指も3本であることに注意してください。向かって一番右側のですね、白い指は、これは指ではありません。騙し絵です。色が違います。ともかくそれは別として、上の葉っぱの色と、そして花びらですね、下の花びらの色を比較してみてください。同じであることをがですね、皆さんにも分かっていただけます。と思います。まあ、このように偶然の一致とは言えない奇妙な一致がですね、カンピの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるということです。またその絵の中、岩窟の聖母の中に描かれている、まあ、岩石とですね、そしてカンピの絵の中に描かれている岩石が大変よく似ていると言いますか、コンセプトが同じと言いますか、同じ画家が描いたと言ってもおかしくないほどよく似ている点にも注意してください。となるとアントニオ・カンピはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子であったということになるのかもしれませんが、残念ながらレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなった後、その3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。ともかくもこのように一致しているということですね。で、いよいよ本題です。アントニオ・カンピが描いたとされるキリストの劇場の秘密の絵の中にこんな足が隠し込まれていました。注意深く見ないと見落としてしまうような足です。頭が中央にかかり、その左右に手足のようなものが描かれています。それと同じものが受胎告知の右下のこの部分に描かれています。2013年に私、林博士が発見した足です。フクロウのような置物の足の上に3本指の足が描かれています。その足の指と、そしてカンピの描いた足の指を比較してみてください。形、まあ色は違いますけども、形は全く同じです。向かって左側の指から順に追いかけてみてください。真ん中の指ですね。そして3本目がここに来ます。その下にフクロウのような置物の足があります。ですからここで交差しているところにいるということになります。つまり全く同じ形の同じ足がですね、カンピの絵の中にも描かれていたということになります。そしてその右下のこのダ・ヴィンチの足は、私林博士が2013年に発見するまで誰にも発見されていませんでした。この500年間誰にも発見されていませんでした。つまりカンピはですね、この足のことを知る由もなかったはずです。さらにこんな事実もあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるアイルワースのモナリザです。このモナリザの向かって左側の下に奇妙なものが描かれています。普通の画家であるならばこんなところにこんなものは描きません。絵そのものが台無しになってしまいます。同じようにカンピの絵の中にも右上にこんな奇妙なものが描かれています。やはり普通の画家であるならばこんな奇妙なものをここには描きません。絵そのものの構図が台無しになってしまいます。もう一度比較してみてください。アイルワースのモナリザです。奇妙なものが描かれています。そしてカンピのキリストの劇場の秘密です。やはり右上に奇妙なものが描かれています。つまり絵全体が持つコンセプトが同じということです。絵全体が持つコンセプトが同じということです。繰り返しますが、普通ならこうした得体の知れないものを描くことによって、普通なら絵そのものが台無しになってしまうということです。絵の構図そのものが台無しになってしまうということです。普通ならこういったものを描くということは
ありません。あるいはあなたならこういうものを自分の絵の中に書き込みますか、ということで結論です。最初の話に戻ります。カンピの描いた絵の中に奇妙なものが描かれていました。中央下ですね。で、頭のようなものがあって、その左右に3本指の手もしくは足が描かれています。それと同じものが受胎告知の右下のこのフクロウのような置物の下に描かれています。この足は2013年に私林博士が発見したものです。それ以前には誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。その手もしくは足を比較してみてください。コンセプトといいますか、形そのものが全く同じです。3本指です。向かって左側から曲がった指、中央の指、そして向かって右側の指です。その下にフクロウのような置物の白い足が見えています。つまりその上にこの3本指の足もしくは手が描かれているということです。これら両者は色こそやや違いますけども全く同じです。爪の表現の仕方も全く同じです。ということはカンピは右のダヴィンチの描いた3本指の手、あるいは足に気がついていたということになりますが、それはありえません。カンピが生まれたのはダヴィンチが死んだ1519年の3年後です。そしてカンピがこの絵を描いたのは、左の絵を描いたのは49歳の時です。そして右下のこの3本指の足を発見したのは私林博士で2013年のことです。つまりこのような形で図らずも1500年後のイエス・キリストは操り人形芸術家たちを使って、まあはっきり言えばボロを出したということになります。つまりこのような形でこれらの絵を描いたのは1500年後のイエス・キリストだったということになります。そしてダヴィンチもカンピもただの操り人形だったということになります。 Bye for now. Streaks, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Raffaello Santillo painted Maria as Shrix together with Leonardo da Vinci in his painting The Annunciation. ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした。特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中でマリアはストリックスであったということを表現していました。広瀬やし、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からは、マリアの
3本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。このフクロウの置物の下ですね。その下に3本指の足が見えています。レオナルド・ダ・ヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。3本指の足です。by 林博士の発見です。これが足ですね。一見すると4本のようにも見えますが、私は3本指の足と判断しました。下が同じくレオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけども、一般にはこれは熊の足と言われていますけども、熊の足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエロの話につなげていきます。ラファエロ・サンチオもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチオはレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子ということになります。で、そのラファエロ・サンチオの描いたこの部分に、絵のこの部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり三本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。三本指ですね。で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足です。で、先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下、置物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ、大変よく似ているということになります。まあ、それも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆、1500年後のイエス・キリストの、つまりは、操り人形でした。まあ、1500年後のイエス・キリストは、こうした操り人形芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びにアジェンダを私たち人間に示したということになります。下はですね、以前はリリトと言われていましたけども、一般説ではイシュタールに落ち着いています。そのイシュタールもですね、やはり三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。すなわち、このような形で、ラファエロ、あるいは、レオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは、魔女であることを示したということになります。左が、
イナナイシュタールということになります。右が受胎告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは自分の姿勢を鮮明に、まあ、私たち人間に示したということになります。で、この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウ、すなわちストリックスということになります。まあ、ローマ時代には、まあ、魔女の、いわゆるまあ象徴的な動物として表現されていました。耳房のないフクロウ、つまりストリックスということになります。そのフクロウ、ストリックスと置物は酷似しています。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですね。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子供を好むと。また荒野に入り込んだ孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、ダヴィンチは1たす1の手法でこの2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね。これは猛禽類の翼です。そして右下に3本指の足が描かれています。1たす1は1。1ですね。つまりこの2人を通してマリアはストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通してラミアであることを示しました。つまり、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアはストリックスであり、ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、ラミア説については、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、魔女、すなわち、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も、果たしてということになりますけども、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には2本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この3本指の足の人物は、この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラヌスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジェロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラノの手です。つまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの描いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。つまり、ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストはラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともとそれら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。
もう一度以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、フクロウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。まあ、フクロウなんですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリーポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で、左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆるまあ肉食性の動物、まあ、鳥のですね、翼ということになります。その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。つまり、まあ、これも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ストリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをストリックスと呼んだ。魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ目の女神としても知られていました。ですからこの左の天使の目は相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に注意してください。つまり、受胎告知の中に描かれている人物は1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。これがこの動画の結論ということになります。バイ。